はい、どうも毎日ポチベ52回目でございます。よろしくお願いします。さあ、この格好お気づきの方もいると思うんですけども、これチャリポンというですねものでございまして、なんかポンチョみたいな感じなんですよ。で、自転車これ乗りながらこれね、上にぶっかけれますから、で、こう走ると傘ささなくてもそのまま走れるというものでございまして、3週間前にですね、実は僕交通事故に遭いまして、まあもちろん無傷だったんですけど、傘を片手運転しながらですね、僕運転してて交通事故になってるんですよ。下手したら死んでたんですね。ということは死ぬリスクを僕下げたいじゃないですか。やっぱり100歳まで生きなくちゃいけないんで、なのでこのドンキで買ったチャリポン、今日ですね、なんと雨が降ってて僕はですねワクワクドキドキしてたんです。そう、このチャリポンを使えるんだということで、今日はですねこのチャリポンを使ってこの店まで来ました。一切ですね片手運転せずにちゃんと走れたので、本当に気持ちよくですねこのお店に着くことができました。チャリポンありがとう。というわけでですね、もうこれだけのくだりなんですけども、昨日ですね、すごく嬉しいことありました。まあ、毎日嬉しいことあるんですけども、僕の趣味はですねハッピーバースデーとかですね、人の誕生日を祝ったりとか何かのお祝い事を祝うのがめっちゃ好きなんですよ。なぜかと言ったら 祝うとですねその人めっちゃ喜ぶんですよ。で、その喜んでる姿見るのが好きなんです。なので僕は趣味に、誕生日を祝うことというのを書いてるんですね。で、昨日は誕生日ではなかったんですけど、初めて来た女性2名様のところで一人がですね内定、一番行きたかった第一志望の大学に受かった大学ごめんなさい、第一志望の就職先に内定をもらえたと言って、うわー嬉しいっていうことですごく喜んでた方がいて、それをですね僕は最初の話で聞いたので、これは絶対になんかサプライズで喜ばせたいなと思ってですね、最後帰る間際ぐらいにですね僕はチョコペンでですね、もういろその就職おめでとうみたいな感じで、プレートを書いてですね、そして、まあ、ちょっとしたデザートプレートみたいなのを作ってですね、で真っ暗にして花火つけて、わーおめでとうみたいなのやったらもう本当に喜んでくれて、まあ、もちろんね会ったのは昨日初めてですけども、初めてだからこそあこんなことしてくれるんだってきっと思ってくれたのかなと、ほんですごく最高の笑顔、今日一の笑顔を見せてもらってめっちゃ嬉しかったんですね。うん、まさにこれはある意味自己中です。僕の自己中です。勝手に人を祝うっていうね、でも祝われた人ってまあ嫌がる人ってほぼいないと僕は思うんですね。むしろ喜んでくれると、だからこそ僕はですねどんどん嬉しい人、喜んでる人、何かおめでたいことがあったら祝っていきたいなと。なぜかそれは自分が嬉しくなるからです。自分がその姿を見たいからです。なので自分が積極的にそうやって多くの人のですね、笑顔を作れるようにサプライズで、どんどん祝っていきたいなと、そういうふうにですね昨日は感じました。一切最初のこのチャリポンの下り全く関係なかったんですけども、これからもですねいろんな大切な人、もちろんね全ての人を祝うことはできないんですけど、このお店に来てくれた人、僕の周りにいる大切な人の祝い事は全力で祝って、そしてその人の最高の笑顔を見たいとこれからも思っております。そういう人生最高だと僕は思ってるんですね。ですのでこのお店ではそれができるので、自分のさじ加減でね、僕一人でやってますから、誰の権限をね、承諾を得るわけでもなく、自分がやりたいところができる、全て自分の責任のもとにと。なのでこれからもどんどん多くの人を喜ばせて、そして多くの人の最高の笑顔を見ていきたいと、そういうふうに思っております。ということで今日の毎日ポジティブ52回目聞いていただいて本当にありがとうございます。また明日も投稿しますんで、ぜひとも見てください。ありがとうございました。